ズザナ・チャプトバーは、スロバキアの弁護士、政治家。現在、同国大統領を務めている。旧姓はストラパーコバー。報道などでは、ズザナ・チャプトバーと表記される。離婚経験のある二児の母で、LGBT の権利拡大などを訴えた。大統領選挙運動に使用されたロゴ級、チェコスロバキア時代のブラチスラバ出身。コメンスキー大学法学部卒業である。 大学卒業後に弁護士となり、環境問題などに携わる。2017年に新しい政党である、進歩スロバキアの旗揚げに参加する。2019年のスロバキア大統領選挙に出馬し、3月16日の第1回投票にて1位を獲得するも、過半数を得ることができなかったことから、3月30日の第2回投票にもつれ込んだ。 2019年3月30日のスロバキア大統領選挙第2回投票にて汚職廃絶や環境保護を訴えてマローシュシェフチョビッチを下して当選を果たしスロバキア史上初となる女性大統領に選出された2019年10月21日に迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い 翌10月22日の即位霊静電のギニさん、でした。ありがとうございます。